私たちはパソコンゲームが大好き。世界中の面白いゲームを知ってもらえれば嬉しいな。我らが大地、ルーナジア。この世界を訪れしそなたよ、見るがいい。この地では古の彼方よりひとときもマナのシャワーが止むことはない。マナはルーンの神が人間たちに与えし神秘の力。人間たちはマナを浴びるほどにその能力を開花させていったのじゃ。並外れた知力、剣を持つ手には人力を超えた大いなる力、さまざまに繰り出される魔法、そして古代のモンスターを召喚させ意のままに従わせる術さえもな。いつしか彼らはルーンの騎士と呼ばれるようになったのじゃ。やがてルーンの騎士たちはマナの力に追い立てられるように高みを目指した。剣と知力、魔法によって己の陣を広げ、必要とあらば敵対するルーンの騎士を打ち破った。いくつもの国が生まれ、そしていくつもの国が消え去った。その歴史は幾度か繰り返されることとなった。そんなルーンの騎士たちにとって最も大切なものが五つのブリガンダインだった。その鎧、あるいは装身具にはそれぞれルーンの神から授かった五つのマナストーンが組み込まれてあったのじゃ。ブリガンダインを身につけたルーンの騎士は、それはそれは他の騎士を圧倒したのじゃよ。大陸の覇権をかけた戦いは史書ルーナジア戦記に克明に綴られ、同時に戦いを通して我らが知り得たある大切な真実も記されることとなった。だがあるルーンの騎士によってルーナジア全土が統一されると、師匠はまるでそれを見届けたように戦火の中に消滅してしまったのだ。この世界を訪れしそなたよ、今ブリガンダインは正義、高潔、自由、誇り、そして自我の5つ。そなたにはそのいずれかを身にまとい、あるいは身にまとうことなく歴史に習い大陸制覇に向かう6つの道がある。そしてそなたがルーナジアの各地を手中に収めてゆくたびに、師匠ルーナジア戦記の失われたページはよみがえってくることだろう。しかるに統一を果たしたとき、そなたは知るのだ。このルーナジアで起きたすべての、そしてあらゆる物語を。掲げよ、今こそ。ムール・エンジェ三姉妹よ。
エルザウザーラにご加護を。あなたたちは知るでしょう、自由を求める者、その思いの強さを。我はグスタファ神聖帝国皇帝ティム・グスタフ。我が一族の強く美しき戦いを見せてやろう。このルドマルコと戦うつもりか。お前らごときでは相手にならん。身の程をわきまえるがいい。お、ちょっとは楽しませてくれそうだな。このステラが相手してやるよ。ありがたく思いな。楽しませてくれそうだな。このステラが相手してやるよ。ありがたく思いな。これはかなり古い時代のタコツボだな。でも55クローネルはちょっと高いな。ねえステラ、そう思わないかい。はあ、どうでもいいから早く帰よ。オープちょっとさっきから飲みすぎじゃない。ねえおじさん、このタコツボを30クオーネルに負けてくれない？ダメだダメだ。そいつはな、かのキャプテンハーメット様の船の中で見つかった由緒あるタコツボだな。普段なら100クオーネルはくだらんぞ。やい、この強欲親父、たらたら嘘ついてねえで、そんな小汚ねえツボタダでくれてやれっての。なんじゃと。おいおいステラ、嘘だとはなんじゃい。どうしてそんなことお前さんに言われにゃならんのじゃい。まあまあおじさんも。嘘だから嘘つきって言ったんだよ。キャプテンハーメットはな、タコの匂いが大嫌いだったんだよ。船にタコツボがあるわけねえだろ、このタコ。何を、この小娘が勘弁できねえ。これでも俺はな、昔は人食いザメのジョーって呼ばれてよ、ここらの海じゃちった知られた男だったんだぜ。さっさと謝れば許してやるが。あ、ごめんなさいごめんなさい。このタコツボ55クオーネルで買わせていただきます。何が人食いザメだよ。人食ったようなこと抜かしやがって、タコが。このタコツボでも食らいやがれ。またあっちこちのガラクタ市行くんだろ。すぐにあんなの見つかるさ。そりゃカプー、酒。え、まだ飲むの？今日は働かされたからな。ラムでもやらなきゃやってらんねえっての。よし、巨岩砲の届く距離だ。プルート、2、3発ぶち込め。そんな無茶だよステラ。あの船にはジガのブリガンダインが乗ってるんだよ。
船を沈めちゃったらどうするの？その時は潜って探してくりゃいいだろ。さっさとお見舞いしろ。国に雇われた海賊か知らねえが、このミレレバの海で仕事ができると思ったら大間違いだよ。昨日は我がカサドラ島からこのミレルバ本島に自我のブリガンダインを移送中、不幸にも正体不明の海賊に襲われ大変なことになったが、ここにいるギニアム・ハーメットの霊場であらせられるステラ殿の活躍で。カサドラの狩猟、もうその話はいいんじゃないか。おいおい、ステラ。それよっかさ、今日からミレルバ諸島連邦の代表議長はパパのギニアム・ハーメットが務めることになるんだ。昨日オタクの船を襲った連中のことをもっと詳しく話してちょうだいよね、パパ。なはは、亡くなった母さんに似て相変わらずせっかちじゃのう、お前は。わしもな、常々感じておったんじゃが、わしら海賊の末裔はお互いを認め合ってこうして仲良く連合としてやってきた。だがの、ここに来てそれもどこまで持つもんかと思ってたところよ。どこまで持つか、ハーメット殿。いや、あえて昔の名前で呼ばせてもらおう。マーメイドギニーよ。わしらの連合がこのままじゃ崩壊しちまうっていうのか。マンタのトミー、誤解してもらっちゃ困るでよ。わしらの鉄則が緩むなんてこれっぽっちも思うわけねえさ。そうじゃねえ。だがよ、昨日のチンピラの海賊どころか、ここんとこマナサリージアだのガイムールといった、かつてはよ、俺ら海賊を蔑んでた国々がどいつもこいつもおかしくなってるだろ。確かにな。グスタファとノーザリオ、それにマナサリージアとガイムール、もともと仲の悪い連中がここに来てドンパチ追っ始めたっていうじゃねえか、今日で。ああ、でもってその勢いで大陸制覇に乗り出したってんだから、わしら海賊もびっくりさねえ。パパ、このままじゃいずれやつらはこのミレルバに。そりゃそうよな。このミレルバ諸島は自我のブリガンダインはもちろん、大陸にはね、資産がわんさとある。一度海賊の味を占めた連中が見逃すはずはねえさ。奪われる前に奪ってやる。キャプテンハーメットの血を舐めてもらっちゃ困るぜっての。ああ、わしも賛成じゃ。それにしてもステラ、ミレルバの騎士団長っていうよりはますます海賊の女っつう風格じゃの。マンタのおじき、そいつはこの裏若き乙女が下品になっちまったって言いたいのかい。おっと、こえこえ、時が時ならミレルバ一の女海賊を怒らしちまったかな。よっしゃ、兄弟も賛成してくれるんなら話は早えや。わしらミレルバ諸島連邦は本日をもって兵を挙げるとしようぜ。そんなに簡単に決めちゃっていいんですか。何言ってんだよ、プー。
海賊は昔から即断即決、そうじゃないと荒波に飲まれちまうってんだよ。そういうこっちゃい。このルーナジア全土を制覇し、文字通り海賊の王者となるんじゃ。いざ。あ、そんじゃ景気づけに久しぶりにあれをやるか。あれを。王さ、ミレルバルーバ、ミレルバドゥー。ほんとパパたちってこれやんの好きだよね。し、聞こえるってば。よし、そんじゃキャプテンはステラだ。え、あたいが？お前はほんのチビの頃で知らんだろうが、このマーメイドギニーはな、船のキャプテンなんて似合う男じゃねえ。好きに泳がす方がかえって役に立つ男なのよ。ああ、神出鬼没。あっちこっちの港の女たちも今度はいつ現れるんだろうってやきもきしたらしいぜ。娘の前で何言いやがる。これより大陸を制覇する。頬を張れ、怒りを上げろ。おWe'll be right back.
が笑顔になるのに必要ならよ。や、我が魔法。敵がいれば奇襲をかけるぞ。了解だ。参りましょう。
ぐちぐちぐ。口口。哦，哈。
チクチク。Thank you.
Thank you.
Thank you.